はい、こんにちは。じゃあ5月の3日、4日、5日、大盆栽祭り、たくさんの方来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。出会いがあり、ドラマあり、来週も同じこと言うかもしれませんけどまたそれは後ほど。はい、はい、この時期ですね、こんな状況になってます、臓器たちが。欅ですね、長寿梅、カエデ、こういったものをどうするか、どういう作業があるかということをちょっとやってみたいということで、長白が多いんでね、たまにはこういう臓器もやってみたいと思いますので、はい、お願いします。お願いします。今日はだから何をするんですか？今日はですね、ケヤキとカエデはね、剥がりですね。剥がり。で、剥がりと同時に剪定を少し伸びてるんでやっていきたいと思います。はい、少しですね、剥がり、特にカエデなんかは、年間3回ぐらい、やるって、言うんですけど、っていうことはまあこの時期やってもいいかなと。1回目ですね。5月、5月、7月、9月とか、うんうん、まあ、10月以降になってくるともうあんまりね、やって もう紅葉で成長しなくなってくるんで、うん、で少しこういう伸びた、なんとなくこう感じが分かりますけど、はい、ゲップがするの伸びたやつが出てるんで、こういう枝の剪定なんかも少しきれいにしてやっていきたいというふうに思います。はい、そもそも剥がりは何を目的として？剥がりはですね、とりあえず懐の方の、葉っぱが蒸れます。これだけ葉が旺盛になってくると、はい、懐の小さい葉っぱを生かす、あるいは小枝を作っていくということで、外側のですね、大きい葉っぱを切ることによって中側からまた芽吹きを出して、まあ、小枝なんかができてくればいいかなと。小さい葉っぱにしたり小枝を作ったりと。なるほど。いうような感じですね。はい、でちょうど今週あの盆栽世界さんから剥がりの取材 やりたいんですけどって言われたんですけど、はいはいはい、ただ切るだけですよって言って断っちゃったんですけど、ごめんなさい。今やろうとしてる、はい、としてます今週出回ったばっかりなんですけど、はい、とまずはじゃあちょっとカエデからいくか。カエデはですね、結構バチ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 切ってっちゃいます。こういうふうに、これなんかも伸びてますね。とりあえずこう二目っていうよりもまとめてどん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 切ってっちゃいます。そんなに考えなくていいです、外側の方は。うんうん、外側はね、丸坊主にするような感じで、こういうのはね、まとめて切っちゃった方が、こういうのまとめて切れますね。4枚ぐらいまとめて切れちゃうと早いですね。結構ざっくりで。ポイント、まあ、でも大きい葉っぱっていうか外側の葉っぱを、そう、とりあえず外側の葉っぱを切って懐の、うん、例えば太らせたい枝のところは残しておくとか、とかですね。うん、いうことなんで、小枝作りと先ほど言った、まあ、小さい葉っぱを作っていくとか、うん、いうようなところで、何しろこれ置いておくとね、中の方がどんどん蒸れていっちゃうんで、そうですね。はい、だから内側の部分に光と風をみたいな。ああ、そうですね、もう その通りですね。どうですかね。はい、さすがですね。Q さんも自分でできるじゃないですか。説得力がないですいやいや、そんなことないです、そんなことないです。これでも、うん、もうあとずっと同じ作業、同じ作業です、これ。だから、まあ、面白くないっちゃ面白くないですね。はい、じゃあどの程度までやるのかっていうこと。そうですね、とりあえずじゃあ外側のやつはずっとやっていっちゃいますんで、はい、しばらくこのお待ちください。はい、はい、こんな感じで終わりました。はい、で、やっぱりね、いろいろ出てきて、ちょっとこれが強いですね、この枝がね。頭がね、うん、こっちかこっちかなんですけど、まあ、いずれにしても両方にしてもちょっと強いんで、はい、でこの元にね、もう 目当たりというか、こういうちっちゃいのがあるので、うん、これありますよ、見えるかな、この2つ、右と左と。あ、はい、ここにね、目当たり、目つぼとか言うんですかね、こういうこととか、うん、でその上でこれ切っちゃいますね。はい、これもあのいずれにしても強いんで、この辺で切っちゃいます。そうするとここにちっちゃい芽が2つあるんで、うん、はい、そうすると多分この後ろもでかいですわね。でかいですわね。でかいですわねそうするとこれも強くなってくる。これもここに芽がある。これちゃんとした動画撮れますね。あ、ちょっと撮れそうですか。盆栽世界さん呼べばよかった頭がいずれにしてもこっちもしくはこっち、はい、なってきて、まあ、全体であの葉っぱが出るから頭でいいんですけど、はい、これがちょっと強くなってくるんですね。うん、はい、でそれでここに芽があるんで、はい、ここにちっちゃい芽が、うんうん、でその上で切っちゃうと。切っちゃうと。うん、そうということで剪定結構ありますね、うん、こういう長いやつ。これも立ってちゃってるんで。輪郭からはみ出たやつとか、まあとりあえず伸びたやつですね。伸びたやつ
はい、こういうのも下に2つあるんじゃないですか、右も左も、はいはい、あんじゃないですかとか言ってなんか変な言い方しましたけど、これもう切っちゃうと、うんうん、これもどんどんね立ってっちゃうんです、結構 ね、 そうですね、楓はね丈夫なんで、真上に向いた枝ですね、うん、上にね立ってあるような枝は伏せていけばいいかなと、いいかなと、そうですよね、葉っぱこのぐらいですよっていうこともちょっと、うんうん、葉っぱ残すの？ああ、そう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 、残すのが全部取るわけでは、全部取る人もいっちゃってもいいんですよ、ね、うん、ただこういうのに比べて、うん、こういう大きさに比べてこういうちっちゃいやつを懐に残しておいて、まあ別に取ってもいいんですけどね、そうですよね、ちょっと大丈夫ぐらい、そうそうそう、だからもう実はね、いらないとこだったりする場合もあるんですけどね、はいはい、まあそれはそれでまた後で整理すればいいんで、うん、はい、今はちょっとそれでごめんなさい、ちょっとこっちのこれだとすると右流れだとすると、はい、左の方を少し小さくしていく、なんでここら辺もこの芽があることをこう、これにこうプチプチ ありますんで、こっち側もこっち側も、はい、こっち側上にもあるんで、こういうのもこう切っていっちゃうと、うん、はい、これもいいですね、そうで、雑木はよく失敗がないんで、はい、あの切っちゃったら切っちゃったで、もともとなかったと思えばいいって、うんうん、これもね、立ってるやつ、これはやっぱ芽吹きがいいからってことですね、はい、そうそうそう、吹いてくるからもともとなかったと思えばいいんだということで、うん、立っちゃってますね、これね、はい、すごいですね、楓ね、丈夫ですね、うん、はい、いいかな、はい、ということで、剥がれと剪定をやりました、うん、なんとなくこんな流れがね、はい、見えて立ってる枝も少し抑えられたかなと、うん、いうところで、楓は以上、ありがとうございます、はい、いや、もうその前撮ってないじゃないですか飛んでないし飛んでないしね、ということで、ケヤキですね、ケヤキはですね、まあケヤキも一緒なんですけど、これをね一個一個買っていくと大変なんで、丁寧な方は葉っぱを切ってください、はい、はい、こういうところでね切っていく、こういうので切っていく、伸びたやつを、ね、伸びたやつをね、はい、まあできればこの内側に、葉っぱが2枚ぐらい残ってること、うん、例えばここに1枚、2枚、ちっちゃいやつですね、はいはい、残って、これを切る、うん、あとはちっちゃい葉っぱが ここに1枚、2枚ですかね、1枚あって、2枚あって、で、ここで切る、はい、でここで切るとこう右側に葉っぱがありますから、その元から芽が出るんで、次の芽はこっち側に流れてきます、うん、はい、でもしこれが左側にこう流したいよっていうことであれば、ここで切ると、はい、いうことですね、まあ、とりあえず2芽あるんで2葉か切りますね、はい、でこういうのもこっち側で切ると外へ外へ行っちゃうんですね、でこれはできるだけこう内側に、この V の字が内側に行きたいんで、こっちで切るということを丁寧にやっていく場合はやってきます、はい、丁寧にやっていく場合はこういうふうにこういうふうにっていうことで、ということでちょっと積んでっちゃいます、はい、先端のとりあえずで、とりあえず先に先端っていうか、あの葉っぱ積んじゃって、長い枝を少し切っていくということで、うん、はい、ちょっと大雑把なやり方になりますけども、はい、取ってきます、こちらも少々お待ち、はい、少々お待ちください、はい、はい、入っちゃったな、いいこと言ったのに、もう一回言いますか、いや大丈夫です、今いいことを、いいことをね、Q さんのおかげでやっぱり盆栽界潤ってるし、うん、本当のそんな大した力ない、いや潤ってるし、盆栽大盆栽祭りもね大盛況に終わったのがね、Q さんがいい話すると何か邪魔が入りますねせっかくということで結構さっぱりさっぱりと終わりました、うん、で剪定ですね、でさっきこっちの葉っぱがあったらこうなんだかんだってやりましたけど、うん、もうとりあえずちっちゃくしちゃいます、はい、イメージ的にはどうでしょう、2センチぐらいですかね、うん、カットするようなイメージで、なるほどかなりいい加減ですけど、こう寄せて切っていっちゃいます、うん、あの これがいいわけじゃなくてね、あのこういうやり方もあるっていうぐらい、一般的にはどうなんですか、一般的にはでもこう一本一本切ると思いますよ、こうやって切っていく、一本一本切るけど、うん、切るけど、ちょっと昼間さんぐらい木をいっぱい持ってる人は少しこういうのをこうまとめてまとめてやっちゃう、都会さんと一緒じゃないですか、こうやってギュッとまとめてね、ザクッて一
きますよね。はい、まあ、で全体の輪郭を、そうですね、整えるということですね。はい、であとは、太い枝が多分出てくると思うんで、うん、そしたらそれはこう切ると、はい、詰めると。いや、これ焼きは年に1回ぐらいですか、剥がり。剥がりはね、2回ぐらいやると思いますね。2回ぐらい、ちょっと今回早めにやっちゃった。あ、でね、これ取っちゃったんですけど、はい、昔は、ね、8月ぐらいに剥がりやれって言われたんですよ。あ、そうですか。葉っぱがね、濃い緑色になってこうカサ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 してくるんですね、はいはいはい、そうしたら、剥がりしなさいって言われてた。で、ある時から、この当時園でも、まあ、いろんな生徒さんがいるんで、5月頃やるよって言って、あの連休の時にデモンストレーションで結構こんな感じのことやってました。それなんで、あ、結構できるんだねって。だから、まあ、いろんな人がいろんなことをチャレンジして、いろんな考えがあっていいのかなって。そうですね、はい、いうことですね。なんかコメントとかでもよく来ますけどね、うんうん、そうそう、いろいろね、人によって違うし、場所によっても違うしね、場所によっても違うし、うんうん、っていうこと。そうそうそう、ですね、そうですね。あと、撮影するのに日付をつけてくださいは、あの、つけませんので。すいません、すいません。もう言った方がいいですか。5月11日です。5月11日なんですけど、今日は、日付関係ないんですよね。まあね、実際にはそうですね。木の状態見て、やってください。うん、だいたいおおよそ何月に、みたいな、そうですね。ことですね。寒い地方だとね、また違いますしね。世界中の人が見てますんで。あ、そうですよね。それに沿ってやられても困っちゃうから。うん、そうですね。ということです。はい、大宮の人ばっかりじゃないですからね。ちょっと大体輪郭を揃えて、どうなんだろう。プロの人もこんな風にやるんかな。かもしれないですよね。わかんないけど。うん、まあでも合ってるんじゃないですか。ねえ。で、プロの人で欅ちゃんとやってる人ってあんまいなくないですか。まあそうね。あの、いやいやいや、それは何とも言えない。いやいや、いるんじゃないですか。いや、いるのはいるんですけど。いますけどね、それこそね、不用意さんとかすごいんですけど。すごいですよね。だけど、あんまりその欅って手かかりすぎるじゃないですか。かかりすぎますよね。だから素人さんがやってる方が多いんじゃないかな。そうそうそう。だからそれを強要するとやる人も減っちゃうから。そうそうそう。あの、こんなやり方でもできるんだって。ね、いいんじゃないですかね。だからもう本当にね、今欅売れてたらしたら、うん、多分昼間さんのおかげだと思いますよ。そう、ね、だって一般の人しかが作る確率が高くて、うん、それ今までだって本とかでしか分かんなかったわけ。そうですね。それ全部動画になってるわけですか。動画になってるんですもんね。だてにね、2、30万再生ぐらいしてましたよね、確か。そう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 。欅のあれね、やってるやってる。で、ちょっと話してる間に、はいはいはい、こういう太いやつ、こぶになってますよね。はい、こういう、はい、こういうのを切っちゃうと、はいはい、太いのも詰めていく。はい、そうですね、下に枝あること感じて確認してですね。太い枝は、何しろ太い枝ですね。こういうのも太い枝、ここに細かいのがあるんで、こういうのを切っていっちゃう。はい、太い枝は切る、太い枝は切る。はい、ということで、太い枝は切る。もう同じことを何回も言ってますね。枝は切るということで、いいんじゃないですかね、こんな感じで、うん、いい気ですね。ちょっとね、2センチぐらいこう縮めたって感じで、うん、はい、まあ、どんにもでもなるというのが欅です、うん、はい、はい、じゃあ、あと中樹梅。中樹梅、結構、はい、あの、短い動画かと思いきや、いや、思いきや結構撮ってますね。撮ってますね。これが例のあれですね。あ、編み込んだ長寿梅。編み込んだ長寿梅、はい、まあもうね、普通に切るしかない、うん、これは剥がりではないですね。剥がりじゃないですね、うん、で、長寿梅はちょっと伸びて切るんじゃなくて、やっぱり伸ばして切る、伸ばして切る、はい、はい、伸ばして元気が良くなったところを切るから、懐からまた出てくるよ。そうですね、うん、そういうとこなんで、これもこの辺も例えばここにこう分かれが 2つあると思うんで、うん、こういうところがね、だからこれの上あたりで2つぐらいにこう切ってあげて、2目残しぐらい、うん、2目残しぐらいですね。はい、こんな感じでこれに合わせて切っていけばいいと思います。長寿梅は挿し木がいっぱいありますもんね。そうですね、こんだけ取れると思います。できますよね、全部ね、うん、時期もいいですよね、5月、ね、5月、夏でも冬でも、夏でもいつでも長寿梅、うんうん、オールシーズンですね。挿し木の長寿梅は面白くないって思う人もいるかもしれない、うん、寝伏せの方がいいかって、まあ、そうですね、でも値上がり作っちゃえばいい話ですからね。ああ、そうそうそう、それもできるしね。僕も結構やってます。うんうん、長寿梅はいいですよ、ぜひ、うん、ね、お宅の何も一つ一つ長寿梅、長寿梅、うん、なくてはならない長寿梅、はい、長寿梅はもしかしてあれですか、これパパパって切って切るだけ切ってもらえ、あ、大丈夫、別に
会社だった。現在9エプロン販売中で、はい、あとちょっとだけ残ってます。お料理屋さんみたいな。かっこいいです。かっこいいです。うん、ね、なんかポッケにお玉とか入れてたら面白いですね。玉、玉ポッケに入れなくないですか？入れないか。入れない。ちょっと衛生面が。衛生面。入れないか。お、こんなとこに大きな。大きな。身がありました。うわ。栄養取られちゃってます。取られちゃいます。これですね。これが長寿貝の。ほっとくとすごいでかくなりますよね、これ ね、 これね。5月でこれか。僕のもなってましたね。なってました。だから花は取っちゃった方がいいと。何やろうとしたか、ごめんなさい。口に入っても嫌じゃないですか。ね、こういうの、はい、あんまり伸ばしておくと上が傷んじゃうんで。矢小枝ですね。矢小枝ですね、はい。これが切っちゃいますね。これでもいいですね、これは、はい、これもいいかな、うん。細いんでね、ひょろひょろっとしてると、はい、株立ちだからね。そうですね、難しいですよね。はいはい。まあざーっと刈りましたけどね、うん、正面でもいいかもしれないですね、はい、こっちもいいし、こっちもいいし、まあこっちの方がありかな。幹が少し見やすいかな。ちょっと苔が旺盛になっちゃったんで、ちょっとピンセットで苔を取り除く。苔がね、この中にいっぱい入ってますよね。うんうんうん、うん、あんまりね、こんな上まで上がっちゃうと虫がたかったりね。虫がたかったり腐っちゃうかもしれないし。はい、ということで、コケ掃除も終わりまして、こんなずんぐりむっくりのイカゴリ坊主みたいになりましたんで、はい、はい、これで終わりですね、うん、はい、なかなかね、いい気になりましたよ、これもね。そうですね、買ってよかった、はい、で、剪定したこういう枝っていうんですかね、芽っていうんですかね、はい、これはもう刺せばつく。刺すときは少し葉っぱ減らした方がいいですね、うん、ちょっとね、減らして、で、こう、鋭利な、本当はね、こうカッターがいいんですけどね、カッターでこう、うん、切って、こういうところで切るといいんだな、本当はな。えい、切れない、切れない。まあ切ったとして、はい、で水にまあ1時間とかつけといて、で刺すと、はい、うん、はい、いうことで、まあ、どんどん刺していってもらえれば。普通に刺しても結構つきますよね、長寿貝。うん、あんで切ってそのまま刺しておいても、そう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 、あんまり難しいこと言わなくてもね、うん、うん、でどうせ捨てるもんだから、そうそうそう、ね、つけばラッキーということで楽しんでいただければというふうに思います。うん、今日は、楓とケヤキと長寿梅、うん、1時間にわたって成長いただきまして、はい、そんな長かったですか？はい、はい、ということで、この時期ですね、こんなことができるよっていう、はい、はがりとかのお話でした。はい、はい、ありがとうございました。このチャンネルがいいなという方は、うん、チャンネル登録となんですが、いいねボタン、高評価、はい、いいねボタン、高評価、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、以上です。はい、ヒロさんはあのカンタ君は英語で言ってるじゃないですか。ああ、なんかサブスクライブとか、プリーズグッバイ。ヒロさんはなんか、うん、中国語か、中国、韓国語あたり覚えますか？じゃあイタリア語か、金稼いよっつって。うん、金稼いよ。やりますか。また今度お楽しみに。はい、じゃあ覚えていきます。頑張って、はい、ありがとうございました。